はい、えー、今回の動画は今日一日だけ頑張ろうみたいな先のことは考えるなみたいな動画ですこれあの夜になると光るんですよこれ,これあのー、妻がね別れた妻が離婚した妻が仕事から帰るときに夜暗いからこれつけなさいみたいなことを俺言って つけ,てつけてくれてたんですよ。今考えはなんでこんなのつけ,つけてたのかなんこ,こういうちっちゃいのあるんで、これでもよかった。なんかカバンかなんかにこういうのでもよかったかなと思うんですけど、なんか知らないけどここん、これをつけてもらってたのかな。でもそんなに強くは言ってないんだけど、これつけなみたいな。多分、絶対つけなきゃダメとか、そんな感じではないんだけど、あ、これつければあの夜暗いからみたいな。 感じで。で、その結果、なんか、変なおじさんに付きまとわれたみたいなあって、これや、やめたんですよ。変なおじさんがなんかね、スーパーに付いてきたみたいな。で、これ、これ、ちょっとこれやめた方がいいと思って。で、その姿見たら、やっぱなんか、ちょっと変な感じだったんですよ。普通の若い女性がなんかこれつけてたら、ちょっと変じゃないですか。よくよく考えたら。まあ俺、俺が、俺がつけてる、俺はね、こういうのつけてゴミ拾いとかしてたり、するんで、 なんかあんまり違和感、あの、考え、考えなかったので。俺これこういうのつけてゴミ拾いしてたと思うんですよ。だからあんまり気にしなかったんですけど、よくよく考えたら女性がね、普通の女性がこれつけてたらなんかおかしいかなっていうのがあったかもしれないです。わかんないですけどもで、今思えば、まあ僕ベスト、ベストを尽くしたらベストを尽くすみたいなの言ってますけど、これじゃなくて、なんか今思えば職場までね、あの、自分が、 迎えに行けばよかったかなっていうふうに思いました。あのー、そうですね。たぶだから、思ったこともあると思うんですよ。迎えに行こうとか。思ったことあると思うんだけど、え、これずっとやるの大変だなとか、毎日やるの大変だなとか、これ今やって、急にもしやらなくなったらどうしようとか、そ考えちゃうじゃないですか。今日や,今日やるのはいいけど、 これ、1ヶ月後も、1年後も、10年後も、いや、これって多分難しいだろうな、とか考えて、まあ、いいか、みたいな。の、もしかしたらあったかもしれないです。うんで。そこまで考えてないですよ、多分。そこまで考えてないんですけど、まあ、そんな遠くもないし、遠くもないんだったら逆に行けよって今思いますけど、うん。な、なんか、わかんないです。な、なんとなく、別に、 うん。そうだね。だから、うん、思ったことあると思うんですよ。思ったことあるけど、なんかやめちゃったんですよね。だからなんかやめたっていうのは、だから、やっぱり理由っていう、なんか人間ってやっぱり理由が必要みたいな意気もあるじゃないですか。なんかプレゼントしたらなんかの理由でみたいな。でもプレゼントとかでも、別になんかすればいいじゃんって話じゃないですか。 理由なく。理由なく、ね、迎えに行って、なんか、ストーカーみたいな人がやったら怖いけど、ね、恋人とか、ね、夫が、旦那が迎えに来たら、ね、愛し合ってるね。ね冷え切ってたら、あれでか、あんないですけど、ね、愛し合ってる夫婦とか恋人が迎えに来てくれたら嬉しいじゃないですか。うん。でもなんか、理由というか、大義名分とか、今日記念日だからとか、なんか、 そういうのもあったり、わかんないですけど、いや、けどで、思ったらやればよかったっていうのもありますね。だから、からこ,これね、ふと思って、これ、これつけてもらうよりか俺が行って、え、どうしたのあ、まあ、いや、迎えに来たみたいな。よくわかるんないですけど、迎えに、いや、迎えに来たとか。かちょっと暗いからとか。そんなんでいいじゃないですか。今日一日だけ。今日、とりあえず今日一日だけ、 やるって、うん。うん、とにかくや,やる。だから、先のこと考えると、ね、不安なこととかさ、いろんなことを考えて、っていうのはあると思うんですよね。うん。だから、今この瞬間っていうか、今この現在、今思ったこと、そうすべきと思ったことを、ぐだぐだ、なんか、 頭で考えずに、自然にやれたらなと。いい、いいことをね。悪いことっていうか、なんか攻撃的なことてめえ、ムカつくんだ、この野郎みたいな。<laughs> じゃなくて、ありがとう、愛してる、とか。うん、迎えに来たよっっ、ちょ、ちょ、暗いからさっっ、一緒になんかスーパー買い買い物いか、帰りに行こうよ、みたいな。とか、え、何、どうしたのみたいな。どうしたのみたいなのもね、余計。 そういうの言っちゃいけませんよね。言っちゃいけませんとか、そういう。どうしたぐらいがいいかもな。どうしたぐらいはいいと思うんだけど、え、な、雪が降るんじゃないのみたいな。日本の夫婦でよくありがちですけども、うん。難しいですよね。でも、でもそれが昔の、多分昭和のやりとりだったけど、多分ね、今あの平成、令和だと、 なんかそういうこと言われるったらなんかちょっと次からなんかやりにくくなっちゃうとかあるかもしれないですね。今の人たち。わかんないですよね。わかんないですけど、ちょっとしたことでやっぱ傷ついたりとか気になったりとかもすると思うんで、あれですけど。まあ、とにかく、まあ考えずに、考えずにっていうか、いい意味で考えずに、そうしようと思ったらそうした方がいいかなと思います。だからもう、 今はね、こんなん持ってますけど、ね、あの時ね、迎えに行ってればよかったなとか。多分、だから離婚した理由の一つに、そういう僕の細やかさというか、もっと、いや僕はベストを尽くした、ベストを尽くしたって言ってますけど、いやもっともっと何かいろんなことで、えー、やれたこと、できたことあったと思うんですよね。うん。それが、その純粋な、なんか、 自然にもっと優しさっていうか、愛情だとか、気遣いだとか。うん。今想像したらね。だから、これつけてね、スーパー買って、スーパー寄って、買い物して、ただいま、そこでお帰りでもいいんだけど、それよりかは、僕が迎えに行って、え、ああ、ありがとう。まあもしかしたら、 ラインかなんかでね、今日迎えに今日、えー、ありがとう、嬉しい、みたいな感じで、待ってて、なんかスーパーかなんか寄ってあこ、あ、これいいね、あれいいね、みたいな、ちょっとした一時、まあ10分、20分、30分、まあ一日の中のそういう時間ですけども、まあそれでも、例えば仕事でね、ちょっと疲れ切ったとか、まあ、楽しいかもしれないですけど、 しんどいなと思ったことを、まあちょっとなんか、ふっと気が抜けるっていうか忘れるような瞬間で、え、家に入るのと、え、仕事しんどいなとか、え、スーパー何か、なんか、今日献立何しようとか、あどうしようみたいな。え、っていう状態で、家入るのと、やっぱ違うと思うんですよね。それはね、別に毎日じゃなかったとしても、別に毎日でもいいんですけども、 うん、でもそういうちょっとしたものが日々訪れてたら離婚なんてしないんじゃないですかね。<laughs> お前が言うなっていう、これ自分で自分に言い聞かせてますけど、そうですね。だからまあ、それがね、別に決定だじゃないと思いますよ。か迎えに来ないから別れたみたいな。そんなのないと思いますけど。 そう,いうそういうことを言う人じゃないんで、そんなはないと思うんですけど、でもそういった日々の積み重ねで、えー、どこかになんかこう、幸寄せが来て、ね、こう発奮というか、こう、吹き出してくるようなものはやっぱあるとは思うんですね。はい。だからそういうのを本当に考えながら、ね、日々、えー、生きていかなきゃいけないなと。 思っております。だからね、その時はベストだったかもしれない。自分にとって。でも、えー、時間が更新してね、自分が成長してあ、あの時もっとこうしたらベストだったなっていうのが、あの、答え合わせできるんで、えーはい、それも成長してる証かなと思います。ということでね、あの本日のセルキ塾でした、えー。いつも皆様ありがとうございます。これからも日々精進させていただきます。 愛してます。